していると思います。海外に外注っていう形でこう出すようになってきてるんですって、日本って。で、日本の人でこう動画をやるかどうかっていうと、動画は安くて賃金が安く仕事もきつく、こうなんとなく地位も低い。とかも違う会社とかにも入ってるんですけど、まあ、他の会社だと研修とかは短かったり、あとお金も全然研修の間なしとかのところもあって、そういう話を聞いてるともう全然ウィットのアニメーター塾はお金もいただいて、さらに研修も長く取ってもらってるので、すごい勉強もさせてもらいつつ、ちゃんとお金が出てる、生活できるっていうところが、なんか安心してこっち勉強しようみたいな感じになれるところが良かったっていうか。寿司アカデミーに近いとは思ってまして、それは何かっていうと、やっぱり現場でお寿司屋さんで実際にお寿司を学ぶときには、やっぱり旬の魚を常々取り扱うって言っても1年に何回かしか取り扱うことができなくて、全てのお魚、全ての調理を自分で実践するためにはやっぱり数年かかる。それを寿司アカデミーというところでカリキュラムにして、スキルにして、一通り全てさらうことが1年間でできますっていうのが、やっぱり寿司アカデミーの考え方で。Thank you.